かこれ言ったらもう完全やな、ね、確信犯そっち側の人間になるっすね。クロムのシャツ、酒井の城置いてるやん。めちゃくちゃクオリティ高いんちゃう値段。はい、マッチスーパー数倍6000円ぐらい。安いな。安いっす安いっす。買おうか。え買っちゃう。遊びでバレンシアが遊びで全然 買える値段。オフホワイトのスニーカーとかも俺には見分けつかねえよ。カウソックス意外にこういうところにねいいの眠ってるんですよね。ハーパンとか エープって人気なんですかね中国で。エープはもう置いてねえよ。なんすかね。だって俺帰った時、台湾で買った。あ、そうなんですか。でリンもうあんまりねえんちゃう。いやリンクのアウトレットあるっすだけよな。だけっすだけっす。もうほぼないっすね。エープは。うわこのバレンシアガの PK 人気のデザインや。外に置いてる？いいの。セール品？新春セール。なんぼすんの正規で買ったそれ。これも言ってる。これコーチジャケットや。これ買ったで俺。着てたやろ俺黒のやつ。たかしのクッション。めっちゃ可愛いやん。これ車とかに置いときたいわ。はい。もう在庫整理しすぎて入れない。オフホワイトの。カバン？エイプと FCRB やん。こんなん。それオリジナルあるっすよ。あ、そう。うん。出てる。そのコラボはよう出る。これ何？バンズオフホワイト。ないよね。これはないよね。連敗。おお。連敗数まで下がりましたね。でそっから袋出す。大人気店ここ。モンクレーっぽい感じ。モンクレーのなんかゴアテックスパンツ的な。飯もらったなと。はい。K1。K1。ニハオ。バンダナビーニ。こんなデザインやるんや。絶対作ったよね。これとか作る理由ないやろ絶対に。このノーマルなやつ。このデザイン流行ってんかな。よう見るぞ。この T はよう見ますね。バレンシアガ。あれもうまた金出してるよこの人。あ早めの決断シェシェ。どんだけ買うんもうこの勢いでトレーナーとか。バレンシアガどんどん行こう。もどんどん行く。もう爆買いカメラマン超えてもらわんと。もう超えれるよ超える。だってお土産があるもん。ああなるほどね。もうすでに超えてんじゃん。気に入ったらすぐ買えるそう。それが公衆スタイル。ラファエル着てたこれバレンシアガのほんまにあるやつ。デニムジャケット。ああ多分あると思う。わあ女神入ってるけど神ヌプシはまだないな。もう出ても出ておかしくないけどね。